長岡市構成会館。長岡市構成会館は、かつて、新潟県長岡市大手通に所在した、体育館を基本設計とした、多目的ホールである。2009年、平成21年1月31日付で、用途廃止となり解体、撤去され、跡地には2012年、平成24年4月1日、長岡市役所本庁舎と、東海館の後継施設となるアリーナや、 市民交流ホール等を内包する合わせ型交流施設の長岡市、シティホールプラザーオーレ長岡がオープンした。明治維新以前には長岡城の二の丸や勘定所があった場所で、二の丸の内部は空き地となっていた。しかし城の大半は戊辰戦争で消失して旧藩主の土地となり、町人らによって養蚕などに使われ、鉄道が開通してからは長岡駅を中心に、 市街地が形成された。その後1902年、明治35年、油田開発で利益を上げた宝田石油、法で無石油が、この場所本社を建設した。1921年、大正10年に、宝田石油は、日本石油、後の新日本石油、現在の JXTG エネルギーと合併して、本社を移し、跡地は、長岡市に寄贈された。市は、 この跡地より活用して公園を整備し、1925年、大正14年に竣工、旧宝田石油の功績を称え、公園の名称は宝田公園とした。大正末期、市内で旅館業を営んでいた王の陣末が創業50年を記念して市に建設費を全額寄付する形で宝田公園敷地内に長岡市公会堂が建設され、 1926年、大正15年7月2日に、落成、8月18日に開館した。1500人収容の大事会場、公道や集会室、食堂、娯楽室などを有する鉄筋コンクリート作り地上2階建て、一部3階建てのモダンな建物だったが、1945年、昭和20年の長岡空襲で被災して壁面が焼け残った。 戦後に改修し、引き続き公民館施設として使用されたが、老朽化のため後継施設として、長岡市民センター、当時の歌唱が建設れることになり、1957年、昭和32年10月11日の市議会で、取り壊しが決議され、撤去された。その市民センターの整備計画に関しては、市議会や市内政財会の間では、体育館とするか、 もしくはホールを主体とした文化施設とするかで議論が分かれたが結局両者を接置した多目的体育館を整備する方針が採用され建設費の一部には当時の市の財政難などを考慮して厚生年金還元融資制度が活用されることになったこのため施設名称は仮称長岡市民センターを改め 長岡市厚生会館とすることが決まり、急ピッチで建設が進められ、1958年、昭和33年11月20日に竣工。厚生年金還元融資制度による、体育施設の第一号でもあった。鉄筋3階建て、延べ床面積約5400メートルで、総事業費は、約1億3、レーレレレレレ円を要した。また、積雪対策として、 アーチ型の丸屋根を仮設し、屋根の雪が自然落下するよう、豪雪地という立地条件を考慮した設計がなされていた。1964年昭和39年開催の第19回国民体育大会、新潟国体ではバスケットボールの会場として使用されるなど、各種スポーツをはじめ、 多目的利用を見込んで壁面に吸音材を使用した、ほか、館内の色彩や照明にも配慮した設計になっており、各種式典や展覧会、集会、講演会、演劇、コンサートなどの会場としても強用されてきた。しかし1973年、昭和48年に本格的なホール施設として、長岡市立劇場が、 またスポーツ専用の体育館として1989年、平成元年に長岡市市民体育館がそれぞれ竣工し、さらにそれ以降も1991年、平成3年に廃部長岡、1996年、平成8年に長岡リリックホールなどのホールコンベンション施設が相次いで竣工した上、厚生会館自体も老朽化が著しくなった。 元から徐々に共用機会が減少した。その一方で、プロレスリングの工業に使用される機会が多く、新潟県内のプロレスファンの間で名を馳せていた。また後年は、プロバスケットボールの BJ リーグ、新潟アルビレックス BB 主催の公式戦も開催されていた。大ホールには小規模ながら、スタンド席が設けられていたが、この通称、2階席への観客の動線ははしごを。 登り下りするしかなく、プロレス工業の際などにはある、市の名物となっていた。長岡市では1996年8月に、厚生会館地区整備推進計画を発表し、当時すでに老朽化が著しかった、厚生会館の後継となる複合型交流施設、長岡文化創造フォーラムの構想を明らかにした。この文化創造フォーラムは、翌1997年度、 平成9年度中の着工を目指して計画が進められたが、同年3月になって、財政難を理由に着工は3年間延期となり、その後計画自体が白紙撤回された。それから7年を経て、長岡市は2004年、平成16年3月に答申された長岡市中心市街地の構造改革に関する提言に基づいて、厚生会館を含む地区を 先導的事業地区と位置づけ、後継施設の建設への取り組みを再び本格化し、2006年、平成18年3月の厚生会館地区整備基本構想、同年5月の厚生会館地区整備の基本理念において整備構想をまとめた。そこへ、当時の長岡市役所本庁舎、現在の市役所幸町庁庁舎の耐震上の問題による、 市役所本庁舎の移転計画が加わり、複合型交流施設の建設に向けた様々な施策が進められた。この一連の施策に伴って、厚生会館は2008年、平成20年12月末を最後に一般供用を終了。2009年、平成21年1月31日をもって閉鎖されようと廃止となり、2月から7月にかけて解体。 撤去された。跡地には、市役所本庁舎とアリーナなどを内包した複合交流施設、青レ長岡が建設され、2012年、平成24年4月1日にオープンした。長岡市市民体育館が完成するまでは、小ホールは武道場としても利用されていた。また、開館東側には、弓道場も設けられていた。 宝田石油から寄贈された土地であることにちなみ、所在する公園には宝田公園の名が付与され、1964年の新潟国体開催時には、大手通り側の広場に噴水が、翌1965年、昭和40年6月には国体開催を記念した3体のブロンズ像、3つの力、長岡市出身の彫刻家、広井吉之助作が、 噴水の中央部に混流された。若くみなぎる力で躍進する青年たちの姿と人の輪を表したもので、混流費用は北越銀行と市村の寄付によって賄われた。厚生会館の解体及び青れ長岡の建設工事に伴い、宝田公園と長岡セントラルパークは閉鎖され、宝田公園の跡地は屋根付き広場、中戸間と大手通りに面する広場、 前庭の用地に、長岡セントラルパークの跡地は、アリーナ棟の用地に充当された。また、三つの力は撤去した上で市が保存し、市役所本庁舎移転後から、耐震補強工事が行われていた、市役所幸町庁庁舎に整備された幸プラザ前の広場に、2014年、平成26年春移設された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。